こんにちは、日本語クラスです。今日は N2 語彙の勉強を一緒にしましょう。今日の問題はこれです。はい、それはありふれた話だ。はい、ありふれた、ありふれたの意味何でしょうか。はい、 N2 の語彙です。はい、あまり聞いたことがないかもしれないですね、ありふれた。でも日本人使います。話すときも使うし、書くときも使います。はいはい、じゃあどれでしょう。それはありふれた話だ。新たな、単純な、珍しくない、待ち遠しい、どれでしょうか。はい、ここの中でも意味がわからないなというものがあるかもしれません。これ全部 N2 の語彙です。はい、あ、ちょっとだけ N3 に近いものもありますが、はい、もう、はい、ほとんどもう全部 N2 語彙ですね。さあ、答えはどれでしょう。ありふれた話です。はい、答え見せます。答えはこれです。珍しくない、珍しくない。実はこれがちょっと N3 に近い語彙です。珍しいは N3 でももう出てきますね。それの内形です、内フォームです。珍しくない、それがありふれたという意味です。はい、珍しくない、漢字はこれですね。漢字ももうもちろんこれは覚えましょう。 N2 の人はもう覚える必要があります。ちょっと変わった感じですね、こういう字。珍しくないとか、よくある、よくあります、よく聞きますとか、そういう意味です。ありふれたというのは、はい、よく聞きますよ、珍しくないですよという意味。あ、珍しいの意味大丈夫ですか。あまりないという意味です。あまりない、見たことがない、そういう意味。珍しいはですね、だけどそれの内形だから、珍しくない、よくあります、どこでもありますの意味です。はい、ありふれたはどこでもある、よく聞く話だ、そういう意味です。ありふれているなと言ったりします。じゃあ他は何でしょうか。他は新たな、新たな、これ漢字で見たらわかります。新たな、これです。新たな、これです。そうです、新しいの漢字ですね。新しいの漢字だから意味も新しいです。はい、使い方はこれです。このスーパーは人が足りないので、新たに、ここです、新たにになりました、にになった、新たに人を何している、これは募集している。募集しますは人に来てくださいということですね。募集します。このスーパーは人が足りない、多分このスーパーはとても人気があります、お客さんがいっぱい来ます、だから働いている人が足りないです、その意味です。人が足りないと言いますよ、働いている人が足りないの意味です。レジをする人がいないですとかね、商品を入れる人が少ないですとか、それです。お客さんの方が多いです、ね。人が足りないので、だから新しく人を探しています、新しく人を会社に入れたいです、来てくださいとしてますということですね。募集します。はい、新たに、こうやって使います、新たに。はい、じゃあ他は単純な、これそんなに難しくないですね。漢字覚えましょう。漢字はこれです。単純、単純は漢字は、これで意味はシンプルですね。はい、複雑じゃないの意味ですね。簡単だとかそんな意味ですね。単純だ、分かりやすいとか、そういう意味です。じゃ あ最後、待ち遠しい、これもあんまり聞いたことがない人いるかもしれません。でもそうです、漢字を見ればわかります、大丈夫です。待ち遠しい、待ちますです、これ。待つ、遠しいは遠いです、遠い、点々こんにちはです、ここだけ。
待ち遠しい、漢字これです。待ち遠しい、そう、何かを待っているの意味です。まだかな、まだ来ないかな、まだかな、まだかな、まだかな、とてもこう嬉しい気持ちで待っている、それです。はあ、早く早く、まだかな、これです。だから例、例えばこれですね、留学した友達の帰国が待ち遠しい。外国に留学に行きました。友達が今いないです。自分の国にいない。だからいつか帰ってきます。1年後とか帰ってきます。それを待っています。はあ、早く会いたいな、寂しいな、はあ、これです。待ってる待ってる、これです。待ち遠しいです。はい、と言っています。待ち遠しい、人に使ってもいいし、物に使っても大丈夫です。何か新しいゲームが1ヶ月後に発売されます、売られます、楽しみだなって、待ち遠しいですね。そう、発売、が待ち遠しいとか、買えるのが待ち遠しいとか、この漫画もそうですね。漫画面白いな、もう全部読んじゃった、次の話読みたいな、あと1週間待たないと読めないか、待ち遠しいなって、これですね。はい、待っていることです。はい、こうやって使います。なので、待ち遠しいはちょっと長い時間待ちますよ。10分待ってますとか、そんな時は使わないです。はい、私が例えばトイレを待っている、早くトイレ入りたいんですって言って、トイレが待ち遠しいです、ちょっと変です。それよりもっと嬉しいことで、1ヶ月後とか1週間後とか、そういう長い時間待つ、ドキ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 しながら待つって嬉しい嬉しいと待つのが待ち遠しいです。はい、いい言葉ですね。だからね、使ってみてください。漢字もちろん覚えましょう。でこれも待ち遠しいも N2 の語彙です。全部珍しいはちょっと N3 に近いけど、他は N2 の語彙でしたよ。はい、ね、ありふれたもですね、 N2 です。はい、ぜひ覚えてみてください。語彙がね、いっぱいありますね、 N2 もですね。じゃあ、今日は語彙を勉強しました。そして、ちょっとだけ読解の話をします。私読解も教えています。それは、YouTube じゃなくて私のオンラインレッスンで教えています。Zoom レッスンとビデオレッスンの2つがあります。好きな方に入って入ることができます。はい、もし一人で読解勉強してる人、 JLPT の読解勉強してる人、やっぱり難しいです。 N2 は難しい、 N3 とは違います。だからもしよかったら私教えますから、Zoom レッスンかビデオレッスンにぜひ入ってみてください。Zoom レッスンは時間があります。時間は毎週土曜日の18時からと毎週月曜日の9時からしています。朝9時です。これ好きな方に入ってください。一つで大丈夫です。どちらも同じ勉強をします。はい、Zoom はZoom だからやっぱり話できます。こんにちはと話しながら勉強できますから、すぐに私に質問できますし、私もすぐに答えを言うことができます。はい、楽しいです、やっぱり Zoom。 はい、で皆さんも入ると一緒に勉強してるいろんな人と友達になれますので、ぜひ一緒にやりませんか。楽しいですよ。いろんな国の人がいます。はい、日本にいる人もいるし、外国にいる人も多いです。はい、ぜひぜひ来てください。そしてじゃあ Zoom レッスン時間がちょっと合わない人はビデオレッスンに入りましょう。ビデオレッスンでも Zoom と同じように、読解の勉強ができます。大丈夫です。コースは3つ、中文、長文、短文です。一番最初は中文コースからがいいと思います。ここのコースだと中文のどうやってやればいいか方法と、合格するための方法もビデオで話しています。はい、他のビデオにそれが入っていません。はい、ですから勉強どうやってやればいいか分かんないです、困ってるんですという人は、ぜひまず中文のこのコースに入りましょう。これがいいと思います。
はい、そうですね。テストまでどんな勉強すればいい、何やればいいと、あとはテストの時間どうやって使えばいいですか。本当にこれ大事ですね。テストの時間短いですから、どうやって時間使えばいいという話してます。はい、ですのでぜひぜひまずはここの中文からどうぞお入りください。ですが 長文から入る人もいますので、自由です。皆さん好きなところから入ってください。でこの図、ビデオレッスンはいいこと3つあります。1つ、いつでも見られます。そして2つ目、何回でもビデオリピート繰り返しできます。そして3つ目、これいいですね、本を買わなくていいです。読解の練習の問題は私が皆さんに見せます。はい、Google ドライブで問題をシェアします。見せますから本を買わなくて大丈夫です。はい、ぜひ、ビデオレッスン来てください。こちらも前からやっているコースで、とても人気があります。これを見て合格しましたという人多いです。はい、私たくさん連絡をもらっています。ですのでぜひあなたもこれを見て勉強して、どうやってやればいい、方法を知って、それから自分でももっともっと練習しましょう。はい、このように N2 のリーディング、 N1 のリーディング、ビジネス日本語、全部 Zoom レッスンをしています、私。はい、 YouTube では本当にちょっとのことしか教えていません。はい、ですが Zoom レッスンだともう学校ですから皆さんにもう全部教えてます。はい、こうですよ、あれですよってね。はい、ですのでぜひぜひ私といっぱい勉強したい人、たくさん勉強したい、そしてもっと日本語できるようになりたい人、ぜひぜひ私のコース入ってください。 Zoom レッスンもいいし、ビデオレッスンもどちらもいいと思います。はい、このビジネス日本語は N2 のレベルの人は大丈夫です。ちょうどいいと思います。 N3 合格したぐらいから大丈夫です、入れます。はい、ですのでちょっと難しいんですけど、 N3 合格してすぐの人はちょっと大変かもしれない、難しいかもしれないけど大丈夫です。私サポートしますのでこちらも入れます、大丈夫です。はい、いろんなビジネスについて一緒に勉強しましょう。敬語の使い方ももちろんです。敬語、綺麗な日本語、あとは日本人の考え方、日本の文化、大事ですね。はい、皆さんの国と全然違うと思います。うん、はい、そしてメール、ビジネスメール、本当に難しいですねこれね。ビジネスメールも勉強しますので、ぜひぜひこのビジネス日本語コースもとてもおすすめです。はい、この N2 リーディングと Zoom と、この Zoom2 つ入ってる人もいらっしゃいますし、この2つとビデオレッスンも3つ入ってる人もいらっしゃいます。はい、ですのでぜひ皆さん好きなように使ってください。じゃあよし、じゃあ Zoom レッスンで私と一緒に勉強しようという人、はい、ぜひぜひやりましょう、来てください。その人ぜひ6月から一緒に勉強できます。はい、楽しみです、私も。申し込みぜひしてください。それ申し込みがもう時間が少ししかありません。5月15日の月曜日14時までに申し込みをしてください。はい、その人たちは6月から一緒に勉強できます。はい、じゃあこの Zoom レッスンとビデオレッスン、申し込みここからできます。 mosh.jp というこのリンクから申し込みをします。はい、このリンクは下ディスクリプションとメッセージのところに書いてあります。それをクリック、そしてホームページにジャンプ、そこから申し込みます。はい、待ってます。はい、本当におかげさまでたくさんの方からお申し込みをいただいています。もう申し込み時間ないですので急いでください、皆さん本当に。はい、じゃあ、こういう連絡私の Twitter からもしていますから、 Twitter ぜひフォローしてください。アカウントの名前、learningjapanese@日本語クラスです。はい、いろんな情報を皆さんに出しています。ぜひフォローしましょう、お願いします。じゃあね、勉強することはたくさんありますが、毎日少しずつやることが大事だと思います。はい、ちょっとずつ一緒に勉強していきましょう。今日もありがとうございました。